森保はじめさんを謳歌するファンたちの反応集。名称1位、名称森保サッカーボーイ、日本総大将、ラスト侍、日の本一のお侍さん、侍スピリッツ、日本が核を持たない理由、なんで負けたか明日まで考えといてください。お前なんなんだよ。神様仏様森保様、多分800万の神の一柱、今太陽の次に熱い男。森保ジャパンが負けてから急に寒くなったから実質松岡修造、ボイチ大名人、日の神神楽、世界の森保、和の国のドン、これもう日本史だろ、世界一の監督、無能風有能、肉を切らせて腹を切る、日本の誇り、格上狩り専門家、弱ひそか、ワールドカップエンジョイぜー、サッカー賭博の敵、日本3連勝とかいう日本ひいきでもなく、ドイツとスペイン2-1で勝つがコスタリカ2-0-1で負けるにお金かけられるのは狂ってるよ。自分でドラマを作る監督、少なくともバカにされるような監督ではないのが証明された。監督叩いてたサッカーファン全員バカです。勝てば官軍、ファンの心も手遊ぶの楽しいか、正気に手は応用ならず、日本サッカー史上最高のファンタジスタ、エンターテイナーとして満点、監督としては殿堂入り、朝早くに夢を見させる男、偶数の時にアホになる男、高校めくりしか勝ち筋のないデッキ使い、ボールではなくゲームを支配すればいいことに気づいてしまった、フェニックスボイチ、エクスカリボイチ、エンタメイト集球の魔術師、また俺なんかしちゃいました。お前強豪国だろ、強豪国だろお前なあ、得点置いてけ、得点置いてけよな、相手の力を利用して戦うから実質仮面ライダー。この人に脳みそ破壊された人少なくなさそう。逆張りの化身、零下100しかないのか、日本国民の絶望と怨嗟を力に変えて戦う監督、ジェットコースタージャパン、森保くんの後半戦に全かけ、全国のサッカー小僧を夜更かしさせ、甘つさえ心臓バクバクさせ続けた鬼畜、カタールが熱すぎて頭おかしくなったとしか思えない男。ここまでやった森保、かなりけなしてるサッカー漫画があるらしい。普通に謝っといた方がいいと思う。ブルーロックより先にブルーロックみたいなことするな。ブルロの原作化を真っ赤にしてそう。レッドフェイスにタイトル変えろよ。この名称を袋叩きにしてた国があるらしい。一方朝に熱狂していた渋谷スクランブル交差点は草間弥生に支配されていた。4年間世界を欺いてきた男、日本すら欺いた道化師、自国民すら欺く気象、騙すならまず味方から、神をも欺く男、ハットトリックではなくトリックスターを決めた男、多分ロキ神の生まれ変わり、試合中に書いてるメモってデスノートらしいよ。死のグループってそういうことかよ。死のグループベスト16でみんな死んでるからデスノートの置き体現してて好き。死神グループに勝者はいらない。日本は死神、スペインはアランカル、ドイツはクインシーで当てはめられるの好き。データ関係ないね、今から新しいデータを作ってやるからよ。2試合目が広すぎたこともあって、海外メディアまで含めた手のひら返しになってるのがひどい。ドーハの悲劇を奇跡に変えた男、29年越しのドーハでいる勝利の美酒はうまいか。29年越しの日本サッカーの結論、強気をくじき弱気に負ける。ジャイアントキリング監督、大富豪におけるジョーカー、パルプンテサッカー、漫画みたいな展開誇らしくないの。ヒーズル国の夜明けを照らした男、太陽の沈まぬ帝国に本物の日の丸を見せた男、無敵艦隊を地に沈めた男、クロアチアには負けたものの未だに沈まぬ男、黄金の国ジパングの生き残り、東洋の魔術師、期待を裏切り予想も裏切る男、ヒストリーメーカー、重要な時にだけ活躍する男、肝心な時にしか勝てない男、肝心な時にしか役に立たない男、立花咲也の擬人化、令和のギャレン、ギャレンジャパン、どういうこと、俺は信じてた、多分人間国宝、伝説の監督、土下座いたします、土下座しろよお前、土下座させてください。名称、名称解除、名称、名称と具象を行ったり来たりする男、名称と具象を反復横飛びする男、国民の手をねじ切った男、マイナスの評判を例にし青天井にした男、
手首もぎ職人。妖怪手首ねじり。日本人の手首はボロボロ。ゴミ拾ってないで手のひら返すサポーター必要だろこれ。手首のゴミ掃除ボランティア募集中。世界中の人間の手首をねじ切ることを目的とした団体の一員。日本人の手首の回転で発電できそう。この冬を越せるレベルの発電しそう。手のひらジャパン。手首カミスナーらし。手のひらギガドリルブレイク。手首ねじ切れてカタールに飛んでったわ。日本人両手首を喪失。残すは足首のみ。全員手首ないからもう日本人サッカーしかできないねえ。愚かな日本人を手のひらで転がす男。格上に勝つことと日本人の手首をねじ切ることしかできない男。コスタリカに負けることでドイツとスペインに勝ち、首位通過という狂気のチャートを作り上げた男。ノーマルルート通らず南西壁無酸素東京ルート通った人。簡単に上がったら面白くないじゃないですか。これだから本当にコスタリカ戦が謎になった。破壊光線打ったら1ターン動けないだろ。魔人の金槌。知ってる、これ縛りプレイでしょ。やめろ、変な脚本考えるな。だからコスタリカ戦で負ける必要があったんですね。国を巻き込んで乱数調整するな。これが一番勝てると思います。コスタリカが最強チームだった可能性が出てきたな。よく戦ったよマジで。この死闘に文句言うやつはいねえって。 PK はまあもう少し気合い入れてシュートしてくれ。ゴロ蹴って止められるのと枠外すのも大して変わらん。歴代ナンバー1の勝率、ワールドカップでドイツ、スペインに勝利、クロアチアに PK までも連れ込ませる。と見ると決して悪い監督ではなかったのかな。怪しいジャッジ多い中同点はよくやったと思うよ。激戦に次ぐ激戦で疲弊しながらのこれはすごいよ本当。後半から中盤でチェックできなくなってたからグループリーグでの消耗がきつかったんだろうな。まだ決勝リーグを計算できない以上仕方がない。よくやってくれたよ。今までと違って皮肉抜きで感動をありがとうだよ。クロアチア相手に PK までも連れ込ませたんだ。日本戦が始まるまでのトーナメントで格上が格下をケチョンケチョンにする試合が続いた中で前回準優勝国にここまでやれたんだから文句ないよ。絶対無理だって思ってたからここまでもつれただけでも満足というか。今大会強いのばっかと当たりすぎなんだよ。それでベスト16だから文句ない。格上相手にしっかり守りきる仕事をさせたのは素晴らしかった。PK なんてもはやフィジカルの勝負だし。こんな得点力の選手たちしかいないのに予選勝ったことは監督のおかげ。日本強かった。本当に世界と戦えるレベルまで育ってる。もうここら辺が日本人の限界なのかもしれない。これ以上何を積み重ねれば勝てるんだ。ここ数日は見てて楽しかった。森保ジャパンの皆さんお疲れ様でした。帰ってきたらメモ帳の中身を公開してほしい。お座りルディガー。芸術品。美しい。これ以上の芸術作品は存在し得ないでしょう。悲しそう。あんなに元気に跳ね回ってた君はどうしたんだい？試合で疲れちゃったんだろうな。君サッカーの才能あるよ。何これフィグマの新作？300円のガチャガチャで出てきそう。日本は彼から笑顔と面白い走り方を奪ったことを反省してほしい。勝ったんだから喜べよ。ほらあの走り方で。コスタリカは1位通過の日本に勝ったグループ A 唯一のチームだ。そのコスタリカに勝ったんだ胸を張れ。なんで日本に負けたらあの走り方しなくなったんです？調子がいい時に出る走りが出なかったってことはなめくしてたのかな。本気出せば7点取れてただろうに何やってんだ。こいつら相手に2点返してるコスタリカ本当強えな。あれ実は空港に向かうための走法だったらしい。楽しそう。ご機嫌な帰国だな。この走りは帰国に揺れてただけだったのか。 QWOP。 追いキック買っとけよ。明日帰るんだろう。仕事をおもちゃにしたらネットのおもちゃになっちゃった。選手は国を代表して戦ってるんだから素行には気をつけようねという教訓。活動家であんだけ強いんだったら本物のサッカー選手呼べばよかったのに。いやいや人権活動家が頑張ってサッカーしてワールドカップで1勝1敗1分だよ。すごく頑張ったと思うよ。なぜ笑うんだい？彼らは世界一サッカーが上手い人権保護団体職員だよ。相変わらず日本は奇襲が上手いね。だからブリティッシュジョークは火力高いんだって。なんで負けたか明日まで考えといてください。ほな、いただきます。